皆さんこんにちは。株式会社クロの現役デザイナー兼社長のボブです。いられ編第8回目ということで、今回はロゴ制作の前段階のクライアントのヒアリングのコツについてお話ししていこうと思います。まずはクライアントさんがいないとそもそも始まらないので、仮想の学習塾クライアントさんを用意してみました。こちらが今回の学習塾クライアントさんです。桜流学習塾、偏差値が低くても東大に合格できるがキャッチフレーズの大学受験が強みの高校生向けの学習塾だ。東大に行け。というわけで、こちらの仮想クライアントさん、桜流学習塾さんの新しいロゴ制作依頼をベースに動画を進めていきたいと思います。それでは早速桜流学習塾さんにヒアリングといきたいところですが、ヒアリングの前にヒアリングポイント1として、そのクライアントさんの業種の調査、競合となる企業を調べることを必ずしてください。これをすることで今後制作する予定のロゴが競合と比べてどう違うのか、それがもたらすブランディングの優位性や、何より業界の知識があることでクライアントさんに安心していただけるので、事前調査は必ずやりましょう。次に、もしすでにサービスを開始しており、ロゴを新しくするという場合には、現状の問題点を聞く。まだサービスを始める前であれば、今後どのようなサービスにしていきたいかを聞くようにしてください。サービスを開始している場合、例えば学習塾であれば、高校生の利用者は多いが中学生の利用者が少ないので、その年代の利用者を増やしたいなどの問題や、実は東大以外にも海外の大学に合格している生徒も多く、ブランディングを一新したいなど、クライアントが抱えている問題は必ずあるので、このようにサービスの基軸を一新するのをリニューアルというのですが、リニューアルでのロゴ制作となった場合には、現状クライアントが抱える問題がどのような問題なのかを具体的に聞くようにしてください。また、もしサービスを始める前の場合、今後どのようなサービスになりたいかをヒアリングして、その業界とは別の業界でどのような既存ブランドを目指されたいかを聞くようにしてください。自分がよく使うのはファッションブランドを例に、例えば学習塾業界でも他社と比べて低価格を目指されたいのであれば、ユニクロのようなカジュアルさを求めているのか、や逆にルイ・ヴィトンのような高級感を出されたいというのであれば、クライアントの方がどのような利用者をターゲットにしているかがわかります。なのでヒアリングポイントには、クライアントが抱えている問題を具体的に聞くです。次に、クライアントの方にはどのような経緯でそのサービスができたのか、なぜその名前になったかを聞くといいです。ヒアリングポイント3ですが、そのサービスができた背景を聞くことで、クライアントさんの事業に対するこだわりを聞くことができるので、そのこだわりをこれからのアウトプットに生かすことで、よりクライアントさんが望んでいるロゴに近づけることができます。また最後にですが、ヒアリングポイント4として、クライアントが使いたい色やモチーフを聞くのもいいと思います。ヒアリングのコツ3と被っていますが、具体的にどのような色やモチーフをロゴにされたいかを聞くことで、クライアントさんの頭の中にあるふわふわしたイメージがこの質問によりさらに具体化されるので、視聴者の方が作られるアウトプットがクライアントの依頼に近いものになると思います。クライアントの方も具体的にロゴのイメージができている場合とまだできていない場合があるので、ヒアリングの際にはクライアントの方と一緒にどのようなロゴにされたいかの着地点を決めていただくと、クライアントの方が満足されるロゴができると思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブヒロシでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。それではまた次回の動画で。バイ。